東京都が今日から運用を始める若者向けの新型コロナのワクチン接種会場には朝から行列ができ、開始前に予定の枠が埋まりました。渋谷区の会場には午前7時半時点で300人を超える若者が集まり、1日の上限に達したということです。都は整理券を配布するなどの対応に追われました。最近なんかコロナが結構増えてきちゃってて、重症化も結構増えてきちゃってるんで、さすがに怖いなと思って。自分としてはありがたいですね。どうしてもネットだと、いつ取れるのかっていう不安しかなかったので。対象は16歳から39歳までの都内在住者などで、接種券と身分証があれば予約なしで接種を受けることができます。